皆さんこんにちは、ゆずきゆかりと。どうも、効率的な仕事ぶり、充実した生活、キャリアウーマンです。ゆかりさん、夏休みの自由研究終わったの？終わったよ。え、終わってない？終わったってダメウーマン。うざ。いい、自由研究が終わらない。じゃあ質問です。ゆかりさんはこんな本に書いてある独創性のかけらもない研究を結局今年もやるんですか？面白いもの作りたくない？ということで、今年のあかりの自由研究はこれ。ババーン。何これ、パチンコ台？ CR 海物語。汚い。そう言わずにちょっと打ってみなよ。アマデジだからすぐ当たるよ。77分の1。よくわからないけど、このハンドルみたいなの回せばいいのね。玉子太郎くんは学校でいじめにあっていました。彼はもう平穏な学校生活を諦めていました。のっけから重すぎるんだけど。まあそう言わずに。え、おお、激アツだよ。まもなく特急列車が通過します。白線の内側へお下がりください。リーチ、やるじゃんゆかりさん。さっきのいじめっ子といじめられっ子かな。お前さえいなければ、お前さえいなければなく、特急列車だぞ。やるときはやるんだぞ。やれるんだ。行くぞ。押せ。押せるわけないでしょ。いいから押すんだよ。だけど、もっと怖い何かが生まれてしまった。耳打ちだよ。生み出したら、生み出しちゃった。お後がよろしいようで。あかりさん、これ本当に提出するの？ヤギに電流走る。これは壊される展開。止めないと。その手は桑名の焼きハマグリ。いい作品だと思う。図工。ということで、本日紹介する本はこれ。これは、同僚を線路に突き飛ばし、殺害した疑いで追われている男が、目の見えない女の家に隠れ住む話。怖すぎ。まあ、見えていないから、誰かがいると確定するまでは。むしろその状態が怖いんだよ。何か言ってよ。さて、私は今までに何度諦めただろう。話変えられた。諦めたことは一度だってない。本当に？そんなしじみがトゥルルって頑張ってそうなこと言って大丈夫？諦めんなよ。むしろ逆ね。エネルギーが低く、ただの卑怯者だから諦められないの。そもそも諦めるって、それで不利を被っても不幸になっても文句を言わないことじゃないかしら。だから、いじめっ子に復讐をした太郎くんは実は諦めていなかったの。彼はもう平穏な学校生活を諦めていました。やるときはやるんだぞ。やれるんだ。私はこの太郎くんと同じなの。仕方ないと一言つぶやいて諦めたふりをしていたんだね。そう、諦めるとは全ての災難を受け入れて目隠ししていく。うるさい。もちろん自分の心を制御できる人なら目隠しはいらないけど、大抵は太郎くんみたいに暴走しちゃうでしょ。だから彼が取るべき行動は、両目でしっかり見て意見を言うか、目隠しして嫌なものを見つくらすか。そして一度目隠ししたら外してはいけないんだ。その時いろんな感情が溢れ出ちゃうから。それでね、ゆかりさんは唯一の友達だから、あかりの作ったもう一つの台 CR 夏の何時をプレゼントするよ。これで自由研究の宿題はバッチリだね。もう終わってるって。え、東北姉妹と共同で研究したの。ナビエストークス方程式の解の存在と滑らかさの証明によって、東北地方の地域活性化を促進、およびずんだ餅の舌触りを改善することが。って、あかりさん、目隠し最高。嫌なもの見なくて済むからね。ごめんって。東北姉妹に今度あかりさんのこと紹介するから、あかりさんも友達ゼロじゃ寂しいでしょ。あ、ヘッドホンも最高。あーいいと、勇気だけが、友達さ。
もしこの作品を読みたくなったら、概要欄をチェックしてみて、購入先のリンクを貼っておきます。所要時間は3時間程度、中学生以上におすすめです。ご視聴ありがとうございました。